どうも、飯田晴彦です。ブリッジポート都会人気分で生活してみた第63弾。今回も前回に引き続き、キボツケと謎の生物をいだぶりながら、彼らの生活を観察していこうと思います。で、前回は夜が明けたまま終わりまして、まあね、ホマラちゃんと、ケンシロウくんが遊んでると。まあ、相変わらず、まあ、好きですのって。つか、笑われてるよ。まあ、多分、ケンシロウ君は気づかないと思うんですけど。しかし、まあ、元気で何よりというか。よう動く犬やな。しかし、可愛いな、ほんと。宇治の犬でさえここまで行かないですよ。まあ、宇治の犬結構大きいですからね。まあ、それで、こんなにまあ、うまいこと動かんのもあるかもしれませんが。しかし、いいね、ほんと犬って。お、カール君起きた。おはよう。つか、なんか持ってるよ、カール君。朝っぱらから読書ですか。レイムンドの冒険って。なんか、なんだろうな。表紙を見る限りは。何をやってんだ、カール君。まあ、微笑ましいから、ついつい反応しちゃったということでしょうかね。つか、カール君は絵本でも読んでんでしょうかね。まあ、その格好で絵本読んでもつるんですけど。んで、ペット笑うと。おカール君しっかりしてるじゃないか。つか、ケンシロウ君自ら近づいてきたような感じでしかし可愛いな、ほんと。うん、そしてこのなんか、うん、もうなんだろうな、ほんとほとんど身動きしない感じがまた、ん、あら、あ、そうか、階段だからちょっとあれなんだね。で、まあ顔のあたりは若干動いてるんですけど、それ以外はもうほんとなんか全然動いてないですねなんか絶妙な体のバランスというか、なんていうか、まあ、さすが軍人の犬、まあ、鍛えられてることにありますね。で、まあ、ここで笑うと。しかし本当微笑ましいですね、こういうの見てると。で、純ちゃんは寝ていて、マミヤちゃんはまあ、犬がどっか行ったからまあ掃除すると。お、しっかりしてるじゃないか。で、ホモレちゃんは何をやってんだ。まあ、とりあえず読書をね。私たちの間の壁っておい前回なんか思春期でうんたらかんたらでしたけどまあついになんかちょっと危ない状況になってきたんでしょうかね。で、イマジナリーダーリンがなんかしようとしてるんですが、これは一体。まあ、とりあえず純ちゃんと時間を過ごすと、まあいい、まあいい、まあ娘さんじゃないですか、本当。しかしイマジナリーダーリンとの相手してあげた方がいいんでは。まあ、確かに私もまあ気がついたら雑誌読んでるとかね、ようあることですが、とりあえずまあそれもいいんですけどね、まあシャワー浴びるとかした方がいいんじゃないですかね。あと少しで学校なわけですから。そういや、いつからでしたっけね、まだ帰ってないかな。まあもうちょっと待っても大丈夫だと思うんですが。でマミヤちゃんはというと、あ、宿題ですね。それやってなかったね。で、カール君は、あ、一応、まあ、お掃除終わったと。なんか、ブルブルと。まあ、とりあえず、カール君は何を従ってんでしょうか。ブルブルブルって。冷たい犬に反応するって。ちょっとリアクション遅いよ。しかし、このにこやかな感じがまた、ワンワン上がって。魚が食べたいよって。なわけないか。んで、なんだ寝るって、おい。もう、ほら、そんなに眠くなって、ってないような感じはするんですけどね。まあ寝る前にちょっとやることあるでしょうか、軽く。とりあえずご飯ぐらい食べようよっていうね。で、純ちゃんおはよう。つうか、朝っぱらからゲームですか。全く自分で自分を見てるような錯覚に陥りますね、このゲームは。まあそんなことより家事をしようよ、純ちゃん。で、カール君はまあとりあえずご飯食べさせて、で、ケンシロウ君は何を、あ、穴を掘るって。で、カズヤ君おはよう。まあ、そうやな。もうすぐ、学校ですしね。つうか、でも間に合わないような気がする。つうか、想像用の友達について話すって。なんかもうすでに危ない子の兆候がしてるような、してないような。で、マミヤちゃんは、まあ、宿題で、もうかなりイラついてる状態ですが。さすがに今仕事に行くとあれなんで、あ、和也くんもまあ行かないかんわけで、じゃあまあ行ってらっしゃい。
それにしてもなんかちょっと眠そうな顔しているのような気がするのは自分だけでしょうか。そしてじゅんちゃんはと、あ、まあとりあえずまあ洗濯物返しをしてまして、カール君はまあご飯を食べていると。ん？しかし本当にみんな眠たそうな顔してんな。まあ私もね、まあ朝起きたら本当ねすごい眠気を襲ってきまして、お仕事の都合上まあ大体5時半、まあ5時から5時半ぐらいに起きてね、まあそれでまあご飯食べて、まあブログ書いて、まあお店頭さんがまあちょっと見えてきた時にまあ出勤するわけですわ。まあ大体6時半ぐらいですからね。まあ本当眠くて、おっケンシロウ君やるじゃないか、新聞を持ってくるとか。この描写を初めて見ましたね。しかし可愛いな本当。で、ん？カール君は何をしたいんでしょうか。ん？で、ケンシロウ君挙動不審だって。で、お、ちゃんとお座り。お、カール君受け取った。お、お腹をさすられるって。で、ジュンちゃん何をやった？ホムラちゃんじゃないわ。ジュンちゃんは何をやりたかったでしょうか。ははうーって。まあこのご褒美欲しかったんでしょうかね。それはなんか新聞全然撮ってなかったよな。しかし可愛いな本当。しかし舌がなんかすごい角度のような気がするような。ん？あれ？なぜカール君その服装で。とりあえずジュンちゃんはあと絵を描いた方がいいんじゃないですかね。まあスタイルを決めて生物画を描くていい。何これ、しかも陰気って、陰気っていうかな、影の木って書いて。ちょっと私ほんとこういう漢字の発、読み方とか自信がないんだよ。ん？あー、これはなんかまあうん、なるほど、なんか風景を描くんですね。つうかなんか下透き通ってるよ。とりあえずどうしようかな、まあなんかサイズ、図を変更して、まあ、せっかくなんで車でも書かせようかなと。しかし純ちゃん落ち着け、で、ズームインで、まあとりあえずこのロードスターをで、C でキャップ、あ、違う違う、 V じゃねえ、キャップ C だ。はい、で初投稿をしました。そうだね、初めての学校でしたからね。果たしてロードスターをどういう風に書くのかちょっと気になるところですが、なんかいきなりなんかすごいラフスケッチが。でカール君はオンにするって、いやそれもいいけどさ、そういや、まあ、数回にわたってカール君の筋肉時計師としての活動をやってませんでしたね。ちょっとそろそろやった方がいいんじゃないかな。ん？何これ。ホイポロイイベントセンターを訪れると、なんか2つなんだ選択肢があるんですけどね。次のショーは17時、今は何も上演されていません。経営者を呼び出す、まあ一緒に見学するっていうのもあるんですけどね。ここでなんか講演するとかできないんですかね。訪れる、あーこれは無理かな。なんだこれ、フレンドリーな自己紹介、あ、オーディション受けられるみたいですね。じゃあせっかくなんでまあ やってみましょうか。そっか、いつの間にオーディション受けられるようになったんだ。何も通知とか見てなく、見なかったような気がするんですけど、まあ私がちょっと見逃しただけかもしれませんけどね。お、マミヤちゃんは優等生名簿に乗りました。おめでとう。まあ何回も不安定な時期ありましたけどね。でもそれでもちゃんと、実績も残してくれて何よりですわ。でカール君は相変わらずタイヤが動かない未知のインプレッサーで、まあ、会場に向かうと。しかしなんか交通量が増えたような気がするのはしないような。いよいよステージに来ましたね。しかしこの時間帯でやっても人来るんかな思った。うん、あら見えない。ん、こいつかな。しかしすごいピザですね。それも目つきからしてこれヴァンパイアではないか。ん、その格好で。そっか、なんでいつの間にか軍服で。お、どうなんかな結果的には。でとりあえずステージは使えないらしいですね今のとこは。特に情報とかはなし、ま、ふさわしいスタンドですね。パフォーマンス公演、土曜日の、8時半に来てください。今は金曜日ですから、まあ次ですね。つかそりゃ何回も連続でマッスルパフォーマーとして活躍できなかった、まあいろいろとありましたからね。
そういや、ここ、そういや、このゴミ捨て場、あんま行ったことないんで行ってみましょうかね、せっかくなんで。なんかゴミ置き場があるんですが、発掘するってなんだこれ。ちょっと、せっかくなんで。ちなみにこのゴミ置き場は確かアンビジョンっていう拡張パックで追加されたもので、まあ、あそこからガラクタを拾って、まあ、いろんなものを作るんですね。まあ、それは発明家だからこそなんですけど、まあ、カール君関係ないですね。そっか、カール君、それ、走っていくんか。まあ、さすが、いがみない、もう、体力の持ち主で。そっか、どっから入ろうとしてんだ。まあ、スクラップやね。まあ、でも、そりゃ懐かしいな。確か、私の分身をね、発明家としてやらせたことがあるんですけどね。まあ、ここで、まあ、いろいろと爆発させてね、まあ、あのパーツとか取ったりとかね、それでリア充リア充を焦げ焦げにしたりとか、まあ、むくちゃくちゃなことしてましたわ。まあ、リア充かな、まあ、とりあえずね、ここに、まあ、駐車場におっさんの車が止まってたんですね。うん、マミア、それを触らないでって、社会見学中か。何があったんだよ。で、考古学の展示、異物を届けて、これ、旅行しないかんのか、それはいかんいかん。ちょっとなんか、ご存知だと思いますけど、バグがあるんです。これはお言葉させていただきます。まあ、面白そうな試みなんですけどね。ただ、トラベラーズだったっけな。あ、ワールドアドベンチャーズか。トラベラーズはシムズ2の方だね。でまあ、自分の分身の話に戻しますけど、まあ、おっさんが、駐車場に車止めてたわけですわ。まあ、で、車爆発させたらね、発明に必要なガラクタが手に入るわけで、まあ、おっさんの車に爆弾仕掛けて爆発させたんですね。ただ、その爆風がね、建物の中に、もう響いてきて、所有者のおっさんも黒焦げになったというね、なんかすごく愉快なことが起きて。まあ、それ以降、まあ、うちの分身を、ね、なんかもテロリストまがいにいろいろと爆破させたんですけどね。まあ、うまいこといかんかったですね。むしろ、自分が黒焦げになる方が多かったという。まあ、物事も何も、まあ、何事もうまくいくもんじゃないですか。仕方ないといえばそうなんですが。ん？で、何？なんか受付係みたいだな、カール君。まあ、ここで本を読むのもいいんですけどね。まあ、せっかくなんでここでまあパフォーマンスしてもらいましょうかなって思ったんですが、できないのかな、やっぱ狭すぎて。じゃあとりあえず外に出てみて、ん？それから何もできないのかな。ホムラ、今すぐファラで箱から出てって何やってんだ。相変わらずまあ規模付けなんで仕方ないといえばそうなんですけどね。よし、ここでできますか。あ、一応曲芸師できますね。じゃあ演じてチップを稼いでまいりましょうか。まあ久々の公演ですし。ん？で、その格好でやんの？あ、ちゃんと服装変えてますね。つか、やっぱ思ったんですが、うん、お腹が。あれ？まあ、パントマイムですかね。つか、お客さんいないね。つか、通り過ぎちゃったし。で、次はどんな、また同じようなことも。しかも、カル君お得意のね、突然な、未知のエリアから、風を吹き出すという、謎の曲を。お、来たか！おばあちゃん、こっちおいでって、ああら、やられちゃいましたね。ん？つうか、なぜ着替えだ、そこで。つうか、もしかすると、あれ、さっきパジャマだったの？かな？わかんないですけど。ん？なんかありましたっけな？おめでとうございます。カールは労働力の貢献によりブリッジポートの町議会からパフォーマンスアーティストの肩書きを与えられました。噂は広がり、町中からシムがあなたのパフォーマンスを見にやってきます。練習と公演を続けましょう。チャンスはすぐ訪れるはずですって。まあ確かにシムはここら辺に集まってますけど、誰もカール君見てないんですけど、どういうことなの。まあおじいさんおばあさんしかいないですしね。まあちょっと時間帯が悪かったんでしょうかね。とにかくもうし、よく考えたらもしかするとシムって必ずここに入ることになってるんじゃないですかね。まさらなんですが、だからちょっと場所を変えてみましょうか。ここだとまああまり人が来る見込みがないですし、そうだね、
公園の方にしようかな。とりあえずここまで行きましょう。しかしなんか誰もいないですね。まあよく考えたらもう今のところ3時ぐらいなんで、まあ仕方ないといえばそうなんですが、つかん綺麗になるまで入浴するって、まさかそこで。なんか着実に純ちゃんとかの血を受け継いでるというかなっていうか、そっか、あれいつの間になんでこんなところに熊のお人形さんが、そしてケンシロウくん相変わらずのバター犬プリを発揮していますね。いやー本当ね、おなごが好きな犬やのと、ブン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 って入らせろって言ってるでしょうかね。まあ、着実に、うん、カルクの血が受け継がれてますね。つか相変わらずイマジナリーフレンドとパーティーに、まあ、招待されましたと、まあ、めんどくさいんでお断りしておきます。お、カール君はパーティーに招待、どうでもいいわ。あまりもこういうの好きじゃないんですね。あの実を言うとなんかあんまり人と集まるのは好きじゃなかったりするっていうね、まあ、そのくせオフ会はやりたがるという謎の神経ですが、まあオフ会やりたいというか、まあご存知だと思いますけど、最近自分の車にあの ETC つけたんでね、まあそれでいろんなとこ出かけられましたなりましたから、まあちょっとネット上で知り合ってる人にね、まあ、あの結構長い付き合いの方もいますからね、まあ5年6年ぐらい、まああのまあ、スカイプじゃないですけど、まあ、いろいろとね、あの話したりしてる人がいるんで、まあ、実際に会ってみて、まあ、やってみたいなと思うんですけどね。まあでも私のお勤め先結構忙しいんで、果たしてそんな機会あるのかどうかあれなんですが。ん？何？なんか妙な音がしたような気がするんですけど、なんか壊れた？まあこの調子だともしかするとやっぱりね。で、おい、ケンシロウくん何やってんだよそこで。まあ、とりあえずさ、まあほらカールくんの血を引き継いでんだから、そのぐらい根性で直した方がいいんじゃないですかなってか、だから、まあとりあえずさ、ケンシロウくん寝た方がいいんじゃないですか。結構眠くなってるようですし。ん？で、カズヤくんはまあちゃんと宿題を、偉いね、ほんま。で、カール君はというと、あれ一向そこから、あ、そっか、キャンセルしてないんで、そしてパパラッチに取られてる。まあ筋肉道化師のことがそんなにネタになるんでしょうかね。そういやどんくらいかチップもらったんでしょうかね。写真よりチップ渡せこら。つってもまあ、あ、とりあえずさ、まあ、撮影料としてチップね、あの100万シモリオンぐらい渡してくれよ、ほんまに。ほらねえ、こんなショーを見せてもらってんだから。あ、ちょっと、あ、それ危ない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 。でもまあカルクの芸を見ること自体は好きっぽいですね、この人。ただチップが全然集まらない。まあ仕方ないといえばそうなんですが、さてもうそろそろ時間なので、今回はここまでにしたいと思います。グダグダでしたが、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回にてお会いしましょう。